認は済んだようだな。海賊王の船員だった過去が明かされ、伝説の海賊として名を馳せていたバギーは意外な統率力で大海賊同盟を導き、新世界に君臨する大海賊白ひげと並ぶまでに成長を遂げていた。一方、白ひげはルフィたちと接触、ここに麦わら白ひげ連合を結成する。世界の勢力図は海軍本部、大海賊同盟、そして麦わら白ひげ連合の3勢力が張り合う構図になりつつあった。白ひげ海賊団のマルコを迎えたルフィたちは、消えた仲間を探す手がかりを求めて、事の発端となったパンクハザードに再び上陸、研究施設跡地を目指した。しかし世界政府はパンクハザードにいずれルフィたちが現れることを警戒し、厳戒態勢を敷いて待ち受ける。サビだ。だがこの雪なら身を隠すには都合がいいかもな。とにかくダイヤルを見つけた建物に近づいてみるしかないわね。俺たちがもう一度ここへ来ることは当然政府や海軍も想定しているはずだ。簡単に侵入させてはくれねえだろう。覚悟しとけよ。分かってる。ここで何か手がかりが見つかるといいけど。それは行ってみねえとわからねえが、俺たちには今のところここしか当てがねえ。さあ行くぞ。前に吹雪いてきやがった。これなら敵に見つからずに近づけそうだ。
研究所の中を調べるのは私がやるわ。誰か研究所の前まで護衛してくれる？じゃあ俺たちは退路を確保しておく。油断するんだけど。侵入者だ！侵入者を発見したぞ！仲間を呼ばれると面倒だわ。
けてみよう。アラクサが聖剣。おった。ここはわしが取った。これで楽になる。海賊どもの退路を立て。あの方が来るまで敵は一人も逃がすな。あの方って誰のことだ。ここは俺たちが制圧したぜ。到着まで持ちこたえろ。赤い犬が自ら来るって。早く引き上げねえとまずいことになるぞ。受けてみよう。アラクサが敵が増えてきたな。まだ戻ってきてねえのに。Thank you.
しくなけりゃ生きる価値なし。海賊どもが好き勝手に暴れちょるの。CP9 は何をしとったんじゃ。つもりじゃ。久しぶりに顔を見たくなってね。私の間、相手をしてもらおうか。邪魔する気なら、容赦はせんぞ。手分けして追跡するぞ。海賊どもは一人も生きて返すな。でもどっか。
があるもんじゃのの神髄は水の制圧。どんな相手にも容赦はない。礼を言わねえとな。で、赤犬は一旦引いてくれたようだな。こっからは俺もお前らに同行しようじゃないの。あんた、お前らの力を見くびってるわけじゃねえが、戦力は大いに越したことはねえだろう。俺もこの一件には興味があってな、昔のツテを頼っていろいろと調べてみたんだが、かつて世界政府はそのダイヤルについて極秘で研究を進めていたらしい。誰も寄りつかねえパンクハザードに研究施設を追っ立ててな。でもここの施設の中に手がかりになりそうなものは何もなかったわ。俺もついでに中を見てきたが、ありゃ先客に荒らされた後だな。先客、政府以外にダイヤルを狙っている者がいるってのか。そうなるな。ここがダメなら、これからどうすれば。俺が聞いた話じゃ、ここ以外にもう一箇所研究に関係していた場所がなくもない。もう一箇所。大監獄、インペルダウンだ。所長のマゼランにも詳細は知らせずに、囚人を使って何やら実験をしてたってよ。よし、そこ行こう。待ってよ、大監獄よ。入れるわけないじゃない。仮に入れたとして、あそこの海流はまずい。ああ、大監獄を無事に脱出できても、次に行き着く先は海軍本部マリンフォードだ。まあ、俺だって行きたくねえよ。やめとくか。何もしねえでブラブラしてても仕方ねえよ。俺は行く。
しゃ、決めるぜ。新たな目的地として挙がったのは大監獄インペルダウ。もしそこに行けばキロは海軍本部のあるマリンフォードを通過せざるを得ない。そんな危険を冒してまで監獄の中を調べる価値があるのか、戦場では疑問の声が上がったが、ルフィの決意は揺らぐことなく、一行はインペルダウンを目指すこととなる。その途上、ナミはその光景に目を疑った。かつてイーストブルーで崩壊させたはずのアーロンパークが再建されていたのである。何よあれ、どう見てもアーロンパークじゃない。アーロンは行方不明と聞いとったが、奴はわしの身内じゃ。ここに奴がいるならわしが止めにゃならん。ルフィ君、すまんが行かせてくれんか。じゃあ俺も行くよ。アーロンも強くなってるかもしれねえからな。見ろ、アーロンがおったぞ。近くに誰かおるな。あれ、クロコダイルよ。何か、なんであいつら一緒にいるんだ。おそらくは海軍に対抗するために同盟でも結んだんじゃろう。これは手強い相手じゃな。
話をさせてくれ。説得できるときはわしがこの手で。メンテはバッチリだ。タチの奴までアーロンに従ってるの？私ちょっと行って話してくるわ。させてるところだ。
まするんじゃねえぞ。いるとすりゃ俺たちの仲違いで得するやつじゃねえか。します。麦わらどもの罠か。門が開いた。ハロウィンの説得が功を奏したようだな。うまくいったみたいね。みんな行くわよ。ウェポンズレッド。
ちを狙ってきよった。アーロンはわしが止める。砂嵐、ロコダイルの仕業ね。私、なんとか止めてみる。種族ってのも使えねえもんだな。これで懲りてくれるといいんじゃ。雑魚女はいるか？ミイラになるか？ねえ、その失礼な呼び方をやめやがれ。また出てきた。早く倒さねえと面倒だな。子供たちの夢と感動を乗せて動き出したあいつを。死んでも死にきれん。まあいい。
なかなか面白かったぜ。じゃあな。あいつ全然本気じゃなかったな。本当はもっと強えのに。こんだけやったんだ、しばらくはアーロンも悪さしねえだろ。だといいんだ。とにかくアーロンは懲らしめたわ。みんなありがとう。やるじゃねえか。あ、どうだ、俺の体に詰まった男のロマン、そして夢の合体ロボ、変態か。やはりアーロンを説得することはできんかったか。皆には迷惑をかけた。すまん。ジンベエちゃんが謝ることないわ。それよりあんた、なんでここにいんの？うるせえな。仲間になってやるって言ってんだよ。わけ知らねえよ。また勝手にいなくなっちまったからな。大海賊同盟って知ってんだろ。モリア様も最初はあれに入るって言ってたんだけど。ではアーロンたちも同盟に入ろうとしていたのか。いや、あいつらは違う。同盟に入るのが嫌だって連中が寄り集まってただけだ。私も好きで加わってたわけじゃねえんだ。頼れるやつは誰もいねえし、帰る家もねえし。で、今度は私たちの世話になろうっての？それってちょっと虫が良すぎないかしら。困ってる。私の世話ぐらいケチケチすんじゃねえよ。ブルックはモリアに散々な目に遭わされてるのよ。その部下だったあんたを簡単に迎えられるわけないわ。罪を憎んで人を憎まず、いいですよ。お前ブルック、本当にいいの？その代わりパンツ見せてもらってもいいですか？見せねえよ。じゃあ先に進みましょうか。インペルダウンに向けて出発しましょう。聞いてない。そんなとこ行くなんて聞いてない。スーパー
任せとけよい。ルフィたちは仲間を見つける手がかりを求め、政府がダイヤルに関わる秘密の実験を行っていたという大監獄インペルダウンを訪れた。潜入するにあたっては海賊女帝ボア・ハンコックに協力を求めた。政府公認の海賊であるオーカ七部会の一角を担うハンコックは、その地位を利用して強引に大監獄の入り口を開けさせ、ルフィたちを中へと導き入れた。無事に監獄にたどり着けたな。ありがとう、ハンコック。良いのじゃ良いのじゃ、ルフィの役に立てて、わらわも嬉しい。あとはダイヤルの実験をやってた場所まで行って、なんか手がかりがないか探せばいいんだな。監獄の中ではすでに何やら騒ぎが起きている様子。こちらにとっては好都合かもしれん。とはいえ、ここは人を逃がさぬための要塞じゃ。ルフィ、くれぐれも気をつけるのじゃぞ。わかった、行ってくる。よし、実験室に行くぞ。実験室があるとすれば最深部が怪しかろう。リフトを使えば降りられようぞ。分かった。用が済んだら脱出できるように、ハンコックたちは味方と出口を守っててくれ。分かった。男は嫌いじゃが、ルフィがそう言うならば我慢しよう。隊長、またも侵入者がありまっしゅ。なんだと。皆さん、インペルダウン完全封鎖の準備を始めろ。
ズミども味わうがいい。奴らに逃げられる。この出口を奪還しろ。ルフィが戻ってくるまでここは誰一人通さぬ。制圧したぞ。助かった。ここは俺らが守ってやるぜ。行きます。おい、そのあたり、私の責任か。
地獄へ落ちろ。
がいる限り貴様らを実験室には入れん。戦力を分散させろ。まず出口を狙う敵を蹴散らさねば、出口を抑えられては脱出できぬぞ。実験室はマゼランが守っていよう。気をつけるのじゃぞ。なければ下がってろいって。仲間ではないのか。やつはパンクハザードに続き、ここも黒ひげが。やってくれるよい。
ける気かよい。ここが実験室か。随分と荒らされておるようじゃが。俺たちより先に黒ひげが来て荒らしていったんだ。これでは何も手がかりは得られそうにないな。ティーチがここに？一体どういうことだよい。ティーチは白ひげ海賊団を抜けた後、エースさんが追ってたんじゃったな。ああ、今は自ら船長になって海賊団を率いてる。大海賊同盟にも加盟してるはずだよい。ここを襲ったのが同盟の指示なのか、ティーチ個人の意思なのかはわからねえが。とにかくだ、政府のダイヤル研究に絡む場所が2カ所も襲撃されたとなりゃ、政府も海軍も黙っちゃいねえな。ティーチが絡んでるってのも不気味だよい。それよりもこれからの話じゃ。このまま出航すれば行く先はマリンフォード。ああ、親父とも連絡は取ってはいるが、無事に抜けられるとは思えねえよい。おい、新しい情報が入ったぞ。俺たちにとっちゃ朗報だ。なんじゃ。大海賊同盟が海軍本部に戦争を仕掛けるらしい。戦争？
そうよ、わらわが美しいから。タンクハザードとインペルダウンが襲撃されたことを受け、世界政府はダイヤルの回収を急ぐよう海軍本部に厳命を下す。海軍元帥赤犬は麦わらの一味と黒ひげマーシャル D ティーチを最重要参考人とし、速やかに捕らえるべく出撃の準備を急いでいた。一方、バギー率いる大海賊同盟はさらなる大勢力に成長を遂げていた。海軍に対抗できるほどの力を持ったことで、政府の密約に興味を失った海賊たちはバギーを祭り上げて海軍本部襲撃を計画。すでに大軍を率いてマリンフォードに向かっているという。これを好機と見たルフィたちは白ひげに協力を求めるとともに、海軍本部と大海賊同盟の衝突に乗じてマリンフォード突破を図ろうとしていた。見ろ、もう戦争が始まってるぞ。そこら中敵だらけだ。こっそりつらかるってのは無理そうだよ。い、でも俺たちだけでこいつらを相手にすんのか。いや、親父にも協力を頼んであるんだが。あ、見ろよ、白ひげの海賊機だ。おっさんもう来てくれてるぞ。大海賊同盟だけじゃと思っちょったが、麦わら白ひげ連合も現れよったか。こりゃ海賊どもを一掃するまたとない好機じゃ。まとめて葬っちゃるわい。息子たちを迎えに来ただけのつもりだったが、こりゃそうもいかねえようだな。相手がその気なら逃げ出すわけにもいかねえだろう。野郎ども、戦闘だ。
海軍本部と大海賊同盟同時に相手をするしかねえようだぜ。麦わらのルフィ、協力して敵を殲滅するぞ。これが大海賊同盟を引き受ける。海軍のやつは任せたぜ。了解だ。こっちは海軍を攻めるぞ。本拠地の守りは俺に任せろよい。海賊どもを一掃する機会を逃すな。敵の指揮を取っちょるマルコを潰せ。さらぎのマロルフィー任せろ。ハンコック、おりゃ敵縄張りを抑え込まねえとどんどん敵が湧いてきそうだよ。敵ながら見事なもの。これがウジャの覇気城サルメ。サルメ、サルメ、先ほどサルメ、サラギの舞、ルフィ、アカゼロ、ハンコク。
探したぞ、ティーチ。ん？エースじゃねえか。なあ、俺の仲間にならねえか。聞けよ、エース。俺と組みゃ、世界を取れるぞ。白ひげの時代は終わりだ。海賊王には俺がなる。危険！親父の時代は終わらねえし、俺もおめえの仲間にはならねえよ。そうかい。生きてなんぼのこの世界、まったく残念だ。エース、おめえは火だろ？俺は闇だ。Yeah.
を教えてやろう。恋はいつでもハリケーンなのじゃ。ハロといた方がいいよ。これが宇宙の覇気場。ああ、どうぞ。ビッタリ。ピンチ。なぜ。サルメ。ダイナ。止めろ！
試合ご苦労だったな、麦わらのルフィ。キーシーシーシー、それがお前が欲しがってた兵器か。そうだ、コントロールダイヤル、これがありゃ俺ならマッドダイヤルを完全に制御できる。見てろよ。まず手始めにおめえら殺し合いでもしてみるか。おい、沈めろ。
界の勢力図が一変するぜ。ルフィ、しっかりしろ。ルフィ君。大変だ。すぐに治療しねえと。そいつを俺の船に移せ。夢を。麦わら屋とはいずれ敵だが、悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。俺は医者だ。命はつないでやる。待て、俺だって医者だぞ。ルフィを助けるのは俺の役目だ。そうか、なら一緒に来て手を貸せ。そいつの容体は一刻を争う。よし、わかった。みんな、ルフィを運ぶの手伝ってくれ。だがこの男、おそらくはノースブルーで悪名を馳せた賞金首じゃぞ。俺は確かに善良な医者じゃねえし、麦わら屋を助ける義理もねえ。親切が不安なら何か理屈をつけようか。わかった。トラファルガー・ローじゃったな。よろしく頼む。